陸上部の子とか野球部の子によく見るフォームなんですけれども、これだとね、爆発力つかないんですよ。ニーベントがないまま股関節だけ伸ばしてるケースですよね。膝に対する反射的な筋収縮を引き出すためのトレーニングになってなければ、クリーンに求めたね、爆発力を養成する、そうした効果を得ることができないんですよね。ちょっと一回やってみますね。こういう感じ。よく見るのはハングクリーンなんて言って、こっから上げるっていう感じになりますね。良くないのはこんなになっちゃってるっていうのは多いよね。これの悪いところは膝のためがないから、膝の伸長反射が全然起きないんです。股関節だけで動いちゃってるでしょ。そうなってしまう方っていうのは振り出すっていうイメージが強すぎるんですよね。で、本当はシャフトを上に跳ね上げる必要があります。床から頭方向に力が走っていかないといけない。走るっていう動作を考えた時にも、こっから一直線になるわけじゃないですか。ね。この頭から足までの直線、ここで力を伝えていかなければ加速につながらないです。さっきの振り回すクリーンだと、こういうことですよね。よーい、ドン っていうことになっちゃいますね。だから、そんな走り方はしないわけで。ってことは、せっかくクリーンで一生懸命鍛えたんだけれども、その一番欲しいね、体を加速させるための能力というものが、今の動作には反映できないわけですから、やってないのと同じことになっちゃう。ね。だから、それもったいないんだよね。だからちゃんと膝を使ったクイックリフトっていうのを覚えていただきたいんです。じゃあちょっと一回やってみますね。まあ、まずクリーンからですね。よいしょ。こういう感じですね。ハングクリーンって皆さんがよくやってるやつはこうですね。はい。よいしょ。ちょっとね、足をパンって踏み鳴らしちゃうと怒られちゃうんで、足はあんまりこう踏んでないです。一応やった方がいいか。怒られちゃうからな。まあやめとこう。怒られちゃうからやめておきます。足元に着目していただきたいんですね。こんな感じで足をですね、少し開いて踏み鳴らす、ね。この一手が加わるんですけれども、ちょっとね、音への配慮で足は踏み鳴らさない、ノーフットっていうやり方で、クイックリフトをしていました。正しくはね、こっちの動画のように足をパンってね、踏み鳴らすっていうのが、まあ、本式です。それからシャフトを握る際はですね、このように親指を内側に包み込むフックグリップを使ってください。この握り方だと腕に力がこもらないんですね。足の力をシャフトに伝えるためには腕は柔らかく使わなければいけません。なので、クイックリフト、ウェイトリフティングではこのフックグリップを使います。こう来て、ちょっとだけ、ちょっと開いてキャッチするってことですね。クリーンの手幅っていうのは、親指出してこのももの幅、この幅で握ってあげるといいですね。大体はこの内側のラインに親指の先があって、そこから握る感じになります。もう一つの指標としては、こう立った時に恥骨ってあるじゃないですか。ここに恥骨の下のへり、この辺りにシャフトが来るように握ってあげると蹴りやすいですね。で、バーベルはどこにぶら下げたらいいのかっていうと、上半身質量中心っていうものが体にはあります。まあ、重心点があちこちにあるんですね。こう曲げて、ここからここまでだったら、ここまでの重心点というのが存在するように、頭から骨盤まで、それから手っていうのが、一つバーベルを支えるための土台として働くじゃないですか。で、その土台というもの全体の質量、重心点っていうのがあるんですね。それは溝落ちの高さを輪切りにして、ちょうど真ん中にあります。肩甲骨の下のラインか、それよりちょっと気持ち低いかぐらいですかね。はい。で、そこの中心点っていうのを意識していただくと、
動作がよいしょ迷わないで済むんですよね。こうやって構えた時もほらよいしょ、なんとなく上半身質量中心の真下にシャフトがある感じするでしょ。上に上げてきても体を起こしても一緒でしょ。でそこから最後に伸びきった時だけ体の厚みだけどうしてもシャフトが体にめり込まないからぶつかるんですよ。ぶつかるんです、ね、でそれをぶつきに行くんではなくて結果ぶつかっちゃったみたいな感じにするわけですね。はい、こっから向かってみてくると、ねまあ、練習としてはこんなことやっていただきたいんですよね。まずですね、そうは言ってもいきなりまっすぐ跳ね上げるって結構難しいんですよ。だからこんな練習を僕はしてもらいたいですね。こっからこうやってこう体を畳めた時にこう落ちるんだけれども、それを股関節で挟んでもらいたいんです。足を伸ばす動作でポーンって一回ねシャフトを前に振り出してもらいたいんですよ。ダメだっつったじゃないかと思うと思うんだけど、最初はこれでいいの。まずはシャフトを挟みます。挟んでからポン、足を伸ばす中でシャフトを弾いてくださいですかね。ポン、こんな感じで、この弾く動作をなるだけ後ろではなくてまっすぐ天井、足を地面に差し込むように、そして頭がまっすぐ上がってくるように上に弾いてほしい、ね、足の裏から頭の天井を一気に遠ざけるですか。そうするとポン、バーベルが斜めにポンと弾かれたでしょ。で袖ができたらちょっとだけ肘を背中の方にスッと寄せるんです。パカッと開く感じですか。こうじゃなくてこう引く感じです。よいしょ、なるだけ腕はダラダラにしときましょう。力は抜いてよいしょ、胸だけ張ってこうやって上げていきます。バーベルがポーンって浮いてるじゃないですか。その浮いてる時に手前にスッと引き寄せるだけ、そんなに力はいらないです。てかほとんど力はいらないです。それができたら今度は体を前傾させて膝上まで持ってきます。そこからトランジョン、エクスプロージョンを一緒にいきます。こうやって上まで跳ね上がってきますから、そしたらちょっと肘を後ろに背中の方に引いてあげてください。引くっていうこうじゃないですよ、肘を開くに近いかな、はい、こういうこと、こういう動きになります。ね、跳ねる、それを手前にガイドしてあげるだけですかね。これはハイプルっていうんですね。そこまでできたらあとは飛んだシャフトに対して自分が潜り込めばいいだけです。足をちょっと開きながら肩に乗っけます。ここから入り込んであげればこれで出来上がり、よいしょと、こんな感じです。はい、で最後にですね、まあ、このクイックリフトとってもいいエクササイズだってずっと僕お勧めしてるじゃないですか。だけど唯一の難点は習得が難しい、覚えるの大変なんですよ。だからこれに結構な時間を割く必要があるわけですよね。でももっともっと例えば短距離走やってる人だったら短距離走の練習したいじゃないですか、ね、だからそこを考えてみるとまあこればっかりをね、やってる時間はないじゃないですか。じゃあこの足に対して起こる身長反射、そしてその身長反射を起こすための各部位の強度を高める、その身長反射を起こすための神経も鍛えるみたいな条件が揃ってればクイックリフトじゃなくてもいいわけですよね。ちょうどいいトレーニングがあるんですよ。これは次回の動画でお伝えしたいと思います。今日の動画が面白かったよ、役立ったよっていう方はグッドボタンと、登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。クリーンやスナッチだけが爆発力を養成するエクササイズではありません。クイックリフトに割く時間がない、なかなか教えてもらえる相手もいないという方はこのエクササイズをしましょう。スクワットジャンプですね。スプリント能力を高めるためのエクササイズを探してみようっていうようなテーマのね、論文があったんですよね。で 60% でやったグループっていうのはスタートが速くなったんだって。これ魅力的ですよね。
トヨタのファンクショナルデザインは東京都パワーリフティング協会のオフィシャルスポンサーです。パワーリフティングの普及を心より応援しております。